それはママが好きだから履いてっつって。それどんな反応ですか。まあはいっつって言ってました。こんにちは。こんばんは。いや、いいっすよ、もういきなり。2種類パターンいいですよ。エミエミリです。今日はですね、なんとザラでお買い物をちょっとしたんです。娘のものと私のものと両方あるんですけど、ちょっと今日はそれを紹介できたらいいなと。ハザカイキですし、わかります？ハザカイキ。全然わからない。難しいことはあんま反応しないでおこうと思う。あの間ですね、そのだから。あ、今から。そう夏から秋へという坂駅でございますので。ちなみにあれですか、ザラはよく行かれるんですか。その時の旬のもの、旬の寿司屋みたいな。失礼なくそれほんまにザラですか。旬のものを求めに流行りのものを買いに、今年だけかもしれないとか。あ、なるほど。特に坂駅なんかはそんなに高いもの買わなくて、セールにもなってないけど、すごくいいのがあればと思って買いに行ったりします。なるほど。だから雨で大量買いしないですよ、私。ああ、そうなんですね。あの、残念なんですけど、これで今グッと下がりました。いやいや、まあよくね、みんなね、爆買いが見たいっていうテンションになりますけど今日はね、爆買いじゃない。ザラの本気買い。しっかり本気買い。本気買い。でも逆にそっちの方が気になりますけど。本当ですか。ちょっとザラではね、逆に爆買いじゃないんですよね。だからちょっとね、子供のものと私のものをちょっとご紹介したい。お子さんのものと。うちの娘はザラ女なんで。はい、一緒に買い物行ったりするんですか。します、して娘が勝手に選ぶんですよ。これがいい、あれがいい。そうなんですね。ここがこう切れてるじいちゃんみたいな、スギちゃんさんみたいな、スギちゃんみたいな、この間選ぼうとして、ちょっとやめよまあそのじいちゃんに罪はないですけどね。スギちゃんさんのイメージがね、難しいよって。そうこのザラの商品もと。そうです、それちょっと気になりますね。はい、ちょっとまず最初。いいですね、しっかり地べたに置いてザラの逆にどこに置くんですか。確かに、まあそっからいいですよね。気になる。いや、これ地べたに置いてるわけじゃないこれは娘の、これをね、とにかく彼女は一番に欲しいと言ったんですよ。もう自分で選んだ。そう、今140センチ着てるんですけど、10歳。10歳、小学校4年生。あ、もうそんな大きいな。結ぶパターンねと思って。確かにちょっとダンサーというか、なんか僕らのね、勝手なイメージ、我々のね、世代でいうところ、これの下に、この、おしゃれ、オールインワンを着たいと。いいんじゃないですか。そう、でも可愛いんじゃん。普通に可愛い。そう、これを選んで。それ自分で選ぶってすごいですね。そうなんですよ。別にあれですよ、だってケミさんがこれとこれ合うんじゃないとか言ってじゃないと思う。じゃなくて、なんか自分でこれが着たいって。ここ空いてるけど大丈夫っつってサイドがね確かにでもね、もう一個なんか違うオールインワンが欲しかったんだけど、それはもっと空いてたの、ここが。でちょっとお腹がっつって。なるほど。冷えちゃうっつってこっちにして、これに彼女はこのシャツを。でまたこのね、肌触りがね、すっごい気持ちいいの。ちょっとつるっとした感じだから、冷房対策にもいいんじゃないって言ってまあ冷房大事ですからね、お子さんはね。そういうの分からないから、冷房対策にもいいんじゃないって言っておすすめしたんですよ。自分でコーディネートするのすごいな。そうなんですよ、なんか好きでそうしてるんですよね。デミーさんって、これいきなりこの白シャツ選ぼうみたいな思ったり。いや、だって子供にこれを着せようってなかなか。確かにちょっとこう合わせるのも大人っぽいし、なんか合わせるのも難しいのかなと思って、あんまり私だったら手を出さないけど、彼女はこれに、まあ、このオレンジが来たり、ドットの可愛いですね。おしゃれ。それでとにもかくにもこのヒュロットデニムパンツっていうの、後ろがね、はい、で前がスカート、これを着たい、履きたい。これにハイソックスが履きたい。なんかイメージあるんですね、そんな。で、これ結構着るのが難しくて、このまずボタンがあなた締めづらいよと、大丈夫と。子供はね、こういうの手間取るとちょっとね。そう、なんか、いやってなるから、で、ここも、ベルトのとこ難しいよと。大丈夫、いけんのかと。そしたら、いけると。
でこれを買うっていうから、じゃあこれも合うんじゃないと。あ、確かに。こういうね。あ、でも大人っぽい。しゃれ。これも可愛いんじゃないっつったら、なるほどですねって言ってました。エミリー点数つけられる。なるほどですね。なるほどですね。可もなく不可もなくぐらい。なるほどですねっていう。いいって言ってくれへんね。お答えいただいたんで、これ着回しいいじゃん。でも子供って難しいですよね。なんかこれいいんじゃないってちょっとお父さんとかお母さん買ってきてももう嫌やって言って着てくれへんとか。そうそう、ね。でもね、意外とそこね、ちょっと信頼してくれてる。エミリーさんのじゃあこれいいんじゃないって言ったやつは。うん、なんか意外と、じゃあ私そうしようかな。なんかこの T シャツが欲しいですよ。かわいい。これ、え、でもおしゃれ。かわいいですよね。かわいい、普通にかわいい。ちょっとピカソ風というか。そう。だからなんかキャラクターとかじゃなくて、うん、こういうの選ぶ。不思議な人です。これにもまあ、このスカート合うやん。うん、あ、確かに黒黒で。そう。大人っぽくていいんじゃないっつって。もともとそういうの好きだったんですか、お子さん。ファッションとかそういうのって。いや、全然ファッション今も好きじゃないと思います。好きじゃない。全然。いや、なんかね、ヒールが好きで、ハイヒールが。で、今でも普通のクローゼットから、ヒールで遊んでいいって言って、4歳とかの時から私のヒールを履いて、こう鏡の前で歩くの。で、何が好きなのって言ったら、ヒールの音が好き。なるほど、コツコツの。そう。って言って、未だにそのヒールで遊んでる。感性がやっぱりお子さんにはすごいよ、ね、なんかすごいですよね。私ヒールで遊びたいなんて思ったこともない。いいですよ、思い出したら今やばいです。エミさんヒールで遊んだらちょっと飲みすぎちゃったのかなみたいな。玄関でね、タイパンツみたいな。あ、いいっすね。そう、これはママが好きだから履いてっつって。それどんな反応ですか。まあ、はいっつって言ってました。え、ちなみにこれやとどういう風な。これも T シャツでいけちゃうじゃないですか。あー、確かに。このこういう、まあ、普通の T シャツで。あ、それも可愛い。これなんて後ろにこうやってちゃんと刺繍入ってるって。あ、本当だ。すごくないですか。ほら、そう、T シャツの。しっかり刺繍。そう、前と後ろと。じゃあ一緒にコーディネートも考えてあげながら。そうです、そうです。これだったらこれに、家にあるこれにも合うんじゃないとか、なんかそんなんでやってますね。え、じゃあなんかお子さんと服買いに行くときになんか気をつけてることとかあるんですか。なんかあんまりそれはダメだっていう言葉は使わないようにして。あ、なんかそのお子さん何を持ってきてるの。そう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 、なんかそれ合わないんじゃないとかじゃなくて、こっちの方がいいんじゃないっていう。あー、なるほど。ダメっていう言葉じゃなく、その選択肢を渡してみたいな。そうそうそう、にはしてますけど、うまいこともいかないですよ。子供のね、はい、そういうのは、うん、お母さんはみんなね、うまいこといかないです。はい、みんなそうです。いいの買ってあげても来てくれないし。そうなんですよ。悲しくなってる靴とかね、端の方でありますからね。これはちょっといい値段したけど、可愛いから履いたら可愛いやろなと思って買ったのに。線履かないということもありますけど。まあ、それでは私ですよ、次。あ、エミさんも買ったんですか。私これね、結構おすすめです。これセットアップなんですけど、ちょっとシャカシャカ素材なんだけど、そこまで、うん、ツヤがないシャカシャカなので、光沢感あんまない感じ。はい。これ下がスカートでね、上がこういうセット。あ、なんか今ちょっとキャッてなりそうなんです。やってくださいよ。コメディ要素ばっか入れすぎなんですよ。こういうセットアップなんですよ。あ、可愛いですね。だから上にデニム、ハイウェストのデニムでもいいし、まあ、このスカートだけニットと今後ね合わせてもいいのかな。なんか結構長く使えるから可愛いなと思って。ローテーションで使いやすいから。そう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 。これすごいおすすめです。色も可愛い。そう、なんかいいですよね。で、これセットアップできて、まあ、今後カーディガン着るなり、はいはい、ブルゾン着てもいいんじゃないかな。確かに確かに。上から羽織れば、はい、うん、そうそうそう。ここからの季節でもね。そう、シャカシャカなんで暖かいですよ、多分ね。これはおすすめです。あ、いいですね。はい。もうちょっとシャカシャカですが。パンツ。はい。これすっごいラインが綺麗でした。これすごいですよ、可愛い。めちゃくちゃラインが綺麗で。うん、まあ、大人のこういうちょっとスポーティー系のすごい流行ってるので、いろんなブランドさんから出てるんですけど、なんか普段例えばこういうのあんまり履かないかなっていう方だったら、ザラとかでちょっとこう買ってみるっていうのはいいのかなと。結構いろんなこの色もあったし、黒ももちろんあったし、なんかいろんなのが出てて、でもこの子が一番形が綺麗でした。足がすごく綺麗に見える。確かにポケットも面白いですね。そう、
こういうパンツってちょっとどでかすぎて、あ確かにボワーンってこう男っぽくそうなりすぎるやつもあるんですけど、バローンみたいな感じにちょっと、そうさっき駐車場で同じの履いてる人がいたの若い子で、もうすでに、もうすでに、でもザラの良さって別にそれでも同じに見えないっていうか、うんうん、なんかかぶっててもそのかぶった嫌感みたいなのないですよね、そうそうそう全くないんで、あなんかあんな若い子も履くんだったら私は違う着方しなきゃなみたいな感じで楽しめるかなと思って、私はこれとこれを買い足して、本当にザラの本気買いですね本気買いです、もうなんかそんなイエーイとか言ってたくさん出てくる感じじゃないんですけど、じゃじゃーんみたいな、じゃじゃーんとかじゃ、ね、申し訳ないんですけどテンションも低めで、これがザラの本気買いです、これが本気買いです、やっぱね無駄遣いしちゃいかん、おいかんよ、やっぱ洋服は大事に大事に着ないと確かにそうですね、まあ流行りとかあるとは言え、あるとはいえ、うん、だからまあ流行りのものとかはまあねすごい高いもの買う必要もないけど、うん、まあ、ザラもねそれなりに値段はしますけども、はい、安くで買える時もあるから、確かにそういうの選ぶのもいいのかなと、はい、座ったんで締めにかかってる他なんかございますでしょうか、一気に締めましたね、はい、え、でもなんかこうお子さんとのこういう買い物とかもすごいいいですね、最近めちゃくちゃそれが楽しくて、うわーいいですね、なんか映画見て、映画が見るの趣味だから一緒に、だから一緒に映画見て感想言いながら帰りに、もうどこのお子さんもそうだと思いますよ、文房具と文房具そうですね、あるある、文房具好きですよ本当に、何個消しゴム持つ、何個ペンケース買うのっていうぐらい、もう家にペンケースの引き出しあるぐらいペンケースで、これは熟用とか、あ分けて、これはなんとか用、避けたいねや、そんなで、いちいち入れ替えてね、そうそうそう、そんなんがね、あったりしますけど、楽しいですよ、だからお買い物して、うんうん、サイズがね、やっぱすぐ変わっちゃうから、そうっすね、そう、成長早いから、だから、それでデニムとかは、じゃあどこどこの店で買おうとか、こう分けてますよ、機能性だったら、イトーヨーカドーだねとか、ちょっとこう流行りのもの入れたからザラだねとか、確かにあまりいいもの買いすぎてもね、成長しちゃったらもう切れない、もったいないからね、そう、うん、だからまあいいものも買ってあげたいんですけど、見ながらって感じですか、うんうん、はい、まあ、もっと大きくなってきたらね、逆にね、そう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 、いいものが分かってくるなって、で一緒に着られるじゃないですか、もうそれがね、楽しい、それお母さんの最高ですね、楽しみな女の子を産んだね、この嬉しさですよ同じものがもしかしたら着られるかもしれないというね、まあ、それでも本当にいいっすね、めっちゃ楽しみなんですけど、今後まだお子さんの買い物のやつとかもあったら紹介してください、あもうぜひぜひ、ザラはぜひ、お子さんのファッションとかも結構難しいじゃないですか、いや難しいですよ ね、さっき言ったみたいに自分が選んだものを軸に、ね、考えてあげなきゃいけなかったりするから、そうなんですよ、大変だと思いますよ、みんなそれぞれに、みんなママは大変です、大変だと思います以上です、あ締めにかかった完全にまた、はい、買ったりしたら、そうですね、ちょっと報告いただいたら、そう、秋物のね、買い物も行かないといけないから、そっか、もう時期的にそうですもんね、そうだからおしゃれ好きな人はこっからが楽しいって言いますもんね、秋冬が、そうですよ、夏はやっぱりなかなかね、やっぱね、難しくなったりする、 T シャツと何かとかになっちゃうから、うん、これからが楽しみが始まると思います、ありがとうございます、あとこっちからもちょっとそろそろ代官山も出たいなというか、でもずっといいんじゃないですか、代官山、だからもうなんか呪われてるのかなっていうぐらいずっと代官山でしか撮ってでもまたか、多分思われてる、そうですよね、そうですよね、たまには出たいな、たまにはなんかね、違うところも行ったりとかするのも楽しいかな、はい、思ってます、こっちの予防も、はい、わかりました、はい、ありがとうございましたいきますか、久しぶりすぎて、はい、言うの忘れてました、さっきもチャンネル登録お願いしますもう忘れてないじゃん、ずっとあ、いいねボタン、グッドボタンも押してください、久しぶり見ましたねこれやった方がいいんだよねやった方がいい、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。